さあ、次は感嘆文ですね。これも非常に有名なですね、その強調の仕方であるわけです。A から行きましょう。What a nice camera you have. 君はなんて素敵なカメラを持っているのだろうというわけですね。感動しているのがここでは、A nice camera。なんて素敵なカメラという名詞ですよね。したがってこの場合は What を使ってくださいよというわけですね。B の部行きましょう。How fast he runs. 彼はなんて速く走るのだろうという文。Fast というのは副詞ですよね。速く走るを修飾する。副詞というわけですね。形容詞、副詞を修飾するときには How を用いるということですよね。もちろんこれも文頭に何とかして出してあげようという意識がこもっているわけですね。You have a nice camera. それでもいいわけです。ですが、A nice camera を目立つ文頭に出してあげる、そのための工夫。それがこの簡単文というわけなんですね。さあ、ここで、What a nice camera you have という代わりに、What a nice camera で止まる文をですね、聞いたことがある人も多いかなと思います。この簡単文というのはですね、フルセンテンスで語られるよりもですね、What a nice camera と言ってですね、感動の部分だけで終わってしまう場合も多々あるんだということですね。これをしっかりと覚えておきましょう。